それでは記者会見を開始したいと思います。本日はリアルジャパンプロレス9月10日ディファ有明大会の記者会見にお越しいただきましてありがとうございます。本日はセミファイナルで対戦いたしますスーパータイガー折原正雄、そしてハグレ IJF 軍団の鈴木秀樹選手、将軍赤本選手にお越しいただいて対戦の意気込みを語っていただきます。ではまず最初に初代タイガーマスク佐山悟総監よりご挨拶させていただきます。では初代タイガーマスク佐山悟総監より本日意気込みを語っていただきますセミファイナルスーパータイガー折原正雄、真下隼人組対剣道家臣鈴木秀樹、将軍岡本各選手への対戦についてお願いいたします。前回の戦いが少し不本意な形で終わりましたので、またこれから国旗を捨てて新しい戦いへと、進んでまいります。リアルジャパンとは、このちょっと今日隠すかもしれませんけども、これ全くストロングスタイルできますので、またよろしくお願いします。皆さんがストロングスタイルを望んでいる試合に合致する、試合となりますので、これをぜひ期待してもらいたい。ただ記者会見は別です。記者会見だけは何が起こるか分かりませんので、これだけはストロングスタイルといっても記者会見は少し違うところがありますので、臨機応変に真面目にやっていきたいと思います。今日は真面目にやるように。はい、それではセミファイナルに出場いたします。本日4名の選手をご紹介させていただきます。鈴木選手、岡本選手お願いします。続きましてスーパータイガー選手、折原選手お願いします。前回6月23日後楽園ホール大会におきましては、セミファイナルにおきましてスーパータイガー永井光也、アレクサンダー大塚組対はぐれ軍団、試合の結果といたしましては剣道家臣選手にスーパータイガー選手が敗れましたが、今回その雪辱戦ということでもう一度6人タグマッチという形でカードを組まさせていただきました。では最初にこの対戦に臨みますはぐれ軍団、将軍岡本選手からお願いします。はい、前回はチームとしての結果は、勝ったんですが、私個人の内容としては負けたと思うので、その分は、やり返させていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、続きましてはぐれ IGF 軍団鈴木秀樹選手。はい、前回は私の先輩が非常に卑怯な勝ち方で勝ったので、今回はスッキリと勝ちたいと思います。よろしくお願いします。はい、向かいますリアルジャパンチーム、まず折原正雄選手お願いします。はい、正確に言うと私はリアルジャパンの選手ではないんですが、やはりその外部から外敵が来ているということで、私個人の頭の中は必要のない軍団だなと思ってます。この前の試合も気にしてちょっと控え室の方から覗いて見ていたんですけども、決してその恐れることはないなと、そんな感想でした。何がしたくてリアルジャパンのリングに上がってきたのかっていうのは明確に、この前の試合では見えていません。僕の記憶の中では、家臣が自分の興行のために、ポスターを背中に書いていたと、自分の興行の CM をリアルジャパンのリングを使って、堂々とやっていたというような、そんな感想しかありませんでした。今回ここの席に座ってますけども、そんなチームがまたそのここのリアルジャパンのリングに上がるということで、外部から来るものを早く排除しようというような気持ちで、普段
敵に回しているその渡辺選手ですけども、今回は力を合わせて、ならず者を排除したいと思います。はい、続きましてスーパータイガー選手お願いします。はい、前回の、戦いで、加新選手のインサイドワークの、うまさというのを身をもって味わってしまったので、今回はもうそういう部分も含めて、プロレスの奥深さ、そこからのやっぱ厳しさをこの3人でしっかりぶつけていきたい、それはやっぱ僕自身の責任だと思ってますので、しっかりやります。はい、先生、今の4人選手の意気込みを聞いて一言お願いします。やっぱり前回の戦い通り一発即有の関係にあるというのがよく分かりました。まあ、この一発即有な厳選なるそういうファイトをこの場ではなくリングの上に表してもらえればすごくありがたいなと思います。厳格に少し何かあれば少しでも危ない危険な状態の場がリングですから、そのリングの厳格さを守ってもらうためにも一発即有の関係というのは今望ましいことです。この記者会見も一発即有の記者会見になりそうなので、厳正に厳正を重ねていい記者会見にしてもらいたいと思います。厳格な記者会見をお願いします。続きましてご質問をお受けしたいと思います。この一戦に向けてご質問をお受けします。その前にまたですね、剣道家臣のことから言づてを伝わってきてますけど、はい、よろしいでしょうか。こちらにちょっと質問をお願いします。はい、はい、聞いてください。ちょっと、はい、平井代表は輝きながらを歌わない場合はギャラを倍払ってます。将軍岡本は平井代表が歌い終わった後にはぁ、どすこいどすこいと締めろ。今日は厳格なる記者会見で行いたいと思いますので、平井さん真面目に歌うように。この間歌ったばっかりでちょっといや、そういう笑い声しちゃうと、はい、厳格な記者会見なので真面目にやってもらえないと、はい、僕たちとしてはちょっと笑ってしまうんだけど、真面目にいきましょう。厳格にもう一回来ると思わなかった。じゃあ本人からこの前僕は参加してなかったんですけど、この前と同じようなことですね。佐野先生が言うように、ちょっとそういうしっかりとしたね、真っ白な気持ちとか、受け取ってますけど、じゃあですね、こう、今日来ますけど、もし、こちら側のチームが勝利したときには、お前らにリングの上で、割りかけのレディを歌ってもらうから、それでもいいんだったら平井社長、このご役の皆さんどうですか。俺たちは負けると思います。いや、それは思う、ね、この前恥かかされた後、俺たちがしっかりと仕返ししてるんですよ。どうなんだ、どうだ、アイジェル、どうですか。僕がいるわけじゃん。そんな返事もできないようなことをな、持ち込むんじゃないよ。厳格な記者会見って言ってたのさ。やります、やりましょう。お願いします。約束していただきます。はい。リングで歌うんだぜ。はい、もちろん。はい、いいですよ。はい、やるぞ。はい。わかりました。先生。うん。何でもありません。ここは厳格な道場で厳格な記者会見をもらいたいと思います。厳格に歌ってもらいたい。
ぜひ、まあ、歌をお願いいたします。きらめく時間が僕たちのいつだって記念日だった。ハッピーバースデー、そしてメリークリスマス、はしゃいでたあの日。 Don't say goodbye、 さよならが歌になるのなら、思い出を詰めた少女の笑顔のままで、輝きながら明日を、ドアを開けて、必ず歌っていただきます。オレアさん、行ってください。ああ、どこいいですか。いとしては継続参戦という形になりましたけれども、今後リアルジャパンで、上がっていく上で、ね、狙う場所とか、例えば初代ダイガーマスク選手と対戦していたりとか、そういう希望みたいなものはありますか。どっちが決めますか。あ、お二人とも。お二人ともどっちが決めますか。私は、スーパータイガーさんの首をとりあえず狙いたいと思います。そうですね、誰がというよりもリアルジャパンの、まあ、チームという、ね、のを目的としてやっていますので、まあ、そこに初代スーパータイガー、あ、初代タイガーマスクが入ってくるのか、スーパータイガーがいるのか、タイガーがいるのかは分からないですけど、まあ、リアルジャパンと戦っていきたいなと思います。あとは先輩が何を考えているか分からないです。どういうつもりでやっているのか分からないです。小宮原選手は以前あの、カシン選手の因縁があると思うんですが、それについていかがですか。因縁はないですよ。団体が組んだ試合が数回あったということで、旧新日本でカシンとはシングルマッチしてますけど、印象はそうですね、次に何が出てくるか分からないような選手ですよね。試合をしてて楽しかったですよ。自分の実力が見えるという、あれからもう何年も経ってるんですけど、僕はもうずっとあれからリングに立ってますし、一時その佐野先生を助けたこともあるんですけど、彼はしばらくリングを去ってましたね。まあ、その辺の違いが今回出るんじゃないかなと思いますけどね。はい、小宮原選手としては自分では ずっとやっていくのを、まあ、一部の怪我などといってもずっとやってきてるけど、剣道家臣選手は一旦完全にやめた人だとか、そういう意識が強いと思います。あ、全くそうですね。ちょっとリングは 甘く見てるんじゃないかなと思いますけどね。実際この前の試合見ても動いてなかったしね、たくさん納得いってないんじゃないかな。今までリアルジャパンにその敵意を向けてきた選手っていうのはすごくこう体力に自信があったり、技術的にもかなり目立ったりする選手が多かったんですよ。このチームを見てると一体何がしているのかよく分からないですね。彼たちのその情報って僕の中で少ないんですけども、まあ、さっきも聞いててもその先輩が先輩がっていうのでね、なんだろう、一つまとまったチームじゃないのかなって印象を受けますね。なんだろうね、その3人が3人ともその色が違うので、どこを攻撃したらいいかっていう部分に関しては、どこも好きだらけなんじゃないかなと僕は思ってますけど、普段の行動から感じられることと、こうやって記者会見に来る時のこう入れ立ちとか喋り方を見ると、なんだろう、はっきりしないやつらだな。ファブレ軍団に聞きたいんですけど、そのはっきりしないやつの方はメールで送ってくるだけで記者会見とかに来ないみたいなんですけど、その辺はどういうお考えなんでしょうか。もともとそういう人なので、まあ、おっしゃる通りはっきりしない軍団だなと僕がそう思ってます。
片井が選手としては、はい、左代表の負担もありますし、連敗はペナルティでも避けたいところだと思うんですけれども、はい、まあ、逆にここで勝利してシングルマッチにつなげたりとか、レジェンド王者奪還に動きたいとか、そういう気持ちありますか？まあ、そうですね、まあ、チャンスがあればまたこの大谷戦の先にいる人とやりたいです。まあ、その前にもっともっと僕自身に実力をつけたい、そういった部分でも、まあ、この加新選手のインサイドワークのうまさ、それでいて鈴木選手、将軍選手のやっぱりレスリング力しっかりとした、そういった部分でやっぱ僕自身しっかりとぶつけて、レスリング力を上げていきたい、その上でまたその先にあるものを目指していきたいという考えています。先生、この4人の方たちの、まあ、お話を聞いて、最後に対策を受けて、なんかまとまりがないようなあれを思うけど、そういうのが特色みたいなところなんで、それがリングの上にやるとまるで変わってくるという、リングに自信があるからそういうふうにやるんだと思うんで、それに惑わされちゃいけないと。こっちも受けたふりして、惑わされたふりしては惑わされちゃいないからね。いくらこう何かつかみどころないっていうのが作戦だと思うけど、それはリングの上でまるで変わってくるんで、それだけは注意しなくてはならないというね。から、ディファー有明という試合場、後楽園ホールから比べたらちょっと少ないような観客になって、なんか選手が、そして営業が、平井さんなんかもより一層頑張ってるような気がする。なんていうか、これでも俺たちは負けないぞっていう気持ちがあって、それで12月にも向かっていくような、そういう気がするので、そこのところだけはみんなすごいなと思います。その決して後楽園ホールに劣るような、試合内容ではないので、マッチメイクなんかもすごいのが組んであるんで、決してディファー有明だと思って舐めないで我々やっていく。そしてそれに反発している選手、営業がいると思いますので、必ずいい試合になると思います。必ず我々やると思いますので、よろしくお願いします。あと、花ならばっていう歌もすごくいいよ。黒沢さんのどんなんだっけ。花ならば、はい、わかりました、すいません。